どうも、フクロウです。今回はですね、iPad の LumaFusion を使った動画制作の、解説動画ということで、ボリューム3ですね。ボリューム1では LumaFusion の基本的な画面の説明を、解説して、ボリューム2、前回は、実際に YouTube 動画を作ってみようということで、ジャンプカットって言われるような不要な部分をカットして、消去するっていう風な編集をした後で、B ロールって言われるような別撮りカットですね。商品のアップとか、そういう風な画像を配置して、基本、ベースの、動画はこれで完成してます。で、あとはここからですね、動画のお化粧みたいなもので、ちょっとわかりやすく文字とかテロップを入れたりとか、あと効果音を載せたりとか、早送り編集したりとか、そういう風な動画をさらに見やすくするような編集っていうのを、ここからやっていこうかなっていう風に思います。動画最後、仕上げて書き出しまでやっていこうと思うので、最後までお付き合いください。それでは早速やっていきましょう。というわけでですね、まずは動画のテロップ、上に文字を置くってところをやっていこうと思います。まず最初に、冒頭ですね。冒頭に、僕の名前とか、ちょっとチャンネル登録お願いしますみたいな、文言をいつも入れてるのですけども、それを入れていこうかなというふうに思います。で、まず文字を入れるときはですね、このプラスボタン、プラスボタンを押して、オーバーレイタイトルってものを選択します。これをですね、鉛筆マークから編集モードに入ります。で、ここから編集をしていくんですけども、ざっくりですね、編集する内容って、このフレーム&フィットって呼ばれる編集項目と、タイトルって呼ばれる編集、最後 FX って呼ばれるような、ちょっと特殊効果をかけるものっていう風に、どういう編集するかっていうのをこの下のバーから選べます。で、今回文字を入れたいので、タイトルを押して、この右側に編集する項目が出てくるので、タップすると詳細が出てきました。で、ここをですね、鉛筆マークを押すと、例えば、フクロウっていう風に打つと、こうやって、テキストを変えることができます。でもあとこれは自由にどこにでも配置できるので、任意の場所に配置するっていうような、こういう感じですね。僕はいつもですね、この LumaFusion に入ってるプリセットを使って自分の名前を、入力します。その場合はですね、ここの上部分、右上部分がプリセットが出てくるような画面なんですね。なのでここで自分でいろいろプリセットを登録したりもできるし、ちょっと下に行くと、あらかじめ LumaFusion に入ってるプリセットっていうのが選べます。なので、例えば、これを押すと、こんな感じですごい装飾がついたりとか、こういうのも、こういう風なですね、LumaFusion が最初から用意してくれてるような、使いやすいプリセットがいろいろあります。で、ここのテキストなんですけども、一つのオーバーレイテキストに、いくつもテキストを配置できるんですね。これが一個ずつがテキストの要素なんですけども、これをですね、例えば、レイヤーを追加して、テキストも一個加えたり、あと、図形ってものを押すと、図形もここに配置できます。なので、テキストを入れたりとか、図形を入れたりとか、あとは、画像ってのを置くと、画像をここにインポートできたりします。っていうのがですね、レイヤーを見てみると、この一つのオーバーレイテキストのレイヤーの中に、さらにレイヤーで、いろんな文字を置くことができるんですね。この要素も、この右側を見たらわかるように、レイヤー構造になってます。なので、例えば、こうやって重ねたりするとよくわかりやすいんですけども、このレイヤーはですね、下に行くほど上なんですね。ちょっとややこしいんですけども。なので今、この図形が一番上なので、この下にあるテキストは隠れちゃってますよね。赤にしたらわかりやすいと思うんですけども、もう完全に図形の下に文字が隠れちゃってます。で、この右側のハンバーガーマークみたいなものを押して、順番を並べ替えることができます。で、これをですね、一番下に持ってくる、一番上ですね。一番上に持ってくると、こうやって上下関係が変わるっていうような、そういう風な内容になってます。なのでですね、今回は、これはいらないので全部消して、初めから用意されているクラシックロワーっていうテンプレート、これを使うとですね、名前とこの下にちょっと説明テキストみたいな、これが2つ挿入されて入力することができます。なので、ここに、フクロウはいいんで、下に僕はいつもチャンネル登録お願いします。っていう風な文字を入れてます。で、フォントはですね、この詳細画面の中から変えることができます。で、大きさもちょっと調整してます。こんな感じかな？うん。で、いつももう少しわかりやすいように、図形で、このレイヤーの一番下にちょっと白背景をして見えやすくしています。はい、できました。こんな感じで、自己紹介の文章ができました。あとは前後にですね、トランジションをつけようと思います。トランジションっていうのはおしゃれに出てくるって感じですね。このテキスト、上に配置したテキストがおしゃれにバーンと現れておしゃれに消えるみたいな、そういう風な、設定になります。僕はいつもこのワイプライトっていうのを使って、このトランジションの継続時間もここから伸ばせば変更できます。さっきと違ってですね、どうもフクロウです。
最近ちょっと iPad 関連の多めの動画が続いていたので、今日はこんな感じでですね、左からシュッと出てきてシュッと右側から帰っていくみたいな、まあ、そういう風なちょっと特殊効果みたいなアニメーションが設定できます。ここもですね、最近買った iPhone ケースを紹介しますっていうところをちょっと文字にして分かりやすく載せようかなっていう風に思ってます。また同じくオーバーレイタイトル、これを編集ボタンを押してっていう風にいきます。で、僕はですね、いつもこういう字を載せるときのプリセットっていうのを登録して決まってます。なので、この自分で設定したプリセットを置くと、こんな感じでいつも通りのプリセットでパンと同じ場所に同じフォント、同じ色を使って文字を置くことができます。なんですけども、今回はちょっとこのプリセットを自分で新しく作ってみましょう。この文字をですね、ちょっとおしゃれな感じのテンプレートを作っていこうかなというふうに思います。まずはフォントから決めましょうか。フォントはですね、いつも使ってるこのフォントを使ってサイズもいい感じに調整します。ちょっと今回はですね、この薄く背景があって、で、説明タイトルがあって、上にタイトル文字みたいな、なんか今日の内容これみたいな感じのテンプレートを作っていこうかなっていうふうに思います。もう一個テキストを追加してサイズをちょっと調整しながら、今日の動画で大きさを適当に入れて、これ指で回すとこうやって角度もつけてます。中身の色だけじゃなくて縁の色も設定できます。なんでこうやって、で、縁の線の太さもこうやって変えることができます。はい、こんな感じ。こんな感じで今回はプリセットを作ってみました。で、これを保存する場合はですね、この右上の星ボタンを押すと、このレイヤーの内容を全て保存してくれます。なので、今回はですね、これタイトルをプリセットの名前、今日の動画っていう風に名前をつけておいて保存します。するとですね、オーバーレイタイトルって言って、何か新しいものを挿入したいときにプリセット一覧から今日の動画っていうのを見つけてきて押すと、いつでもこれを呼び出せます。この真ん中のところだけその日の内容によって変えて、例えば、フィルムカメラの作例レイ紹介、内容だけ変えるってことが簡単にできたりします。これがですね、オーバーレイテキストのこの使い方と、これをプリセット登録するやり方っていう風な形です。というわけで、オーバーレイテキストの使い方が分かったら、どんどん編集を進めていこうと思います。はい、次はですね、毎回動画の節目というか、動画の切れ目のところにちょっと白背景とロゴマークを載せて、動画の小休止みたいなものを作ってるんですけども、それがですね、このインポート済み、前回ご紹介したいつも使う素材を置いていくインポート済みの中にこの白背景を置いてます。なので、これをこの A ロール部分ですね、メインのところに挿入するとこうやって白背景になります。で、今この縁がこういう形で押してるので、縁がちょっと切れちゃってるんですよね。なので、これは編集ボタンのフィットモードってものを押すと、今フィットっていうオリジナルの画像の大きさをそのまま全部入るようにフィットさせてるんですね。で、これをフィルっていう風にすると、横幅いっぱいまでこうやって入るように拡大してくれます。で、このフィルを押して、で、さらにインポート済みの別の場所からロゴマーク、 PNG のロゴマークを取ってきて大きさを調整します。こうやってもう指で調整することもできるし、サイズってものを押すとこうやって調整することもできます。で、僕はいつもこれを26ぐらいに設定してます。で、こんな感じでやると出していこうかなというふうに思います。はい、というわけで早速こんな感じですね、ちょっとしたこの小休止みたいなものを動画に入れることができました。はい、ここからのシーンなんですけども、実際に iPhone ケースを開封していきます。で、ベースメイトの iPhone ケース開封していこうと思います。で、こうやってですね、僕が開封してるシーンが続くんですけども、別にここは喋ってないんですけども、開封の臨場感とかを味わってもらいたいなと思って、そのまま残しておきたいんですよね。なので、そういう時はですね、開封する瞬間をカットして、別クリップにしておいて、ここ全部が特に喋ってない開封するだけの動画が42秒続くんですよ。さすがにこれはちょっと飽きちゃうんで、この全体を編集してスピード、このスピード&リバースってものを押してスピード変えられます。なんで、今回は早くしたいので6倍速でいきましょう。6倍速にすると、42秒の動画が7秒になりました。こんな感じで早送りになってます。まあ、とはいえですね、この動画も7秒見せられるのちょっと辛いなと思うので、ちょっと切っときましょう。4秒ぐらいに端をトリミングして短くします。で、ここのシーンなんですけども、ここまでは
とケースメイトの iPhone ケース開封していこうと思います。等倍速でここから早送りっていう風になるので、ちょっと他のシーンとは別ですよというか、ここだけ早送りしてるシーンですよっていうのが視覚的にも伝えられたらいいなと思うので、ここもオーバーレイタイトル、僕はいつもですねプリセットに入れてるこの白枠囲みっていうもの、これを使います。これを押すと周囲を白枠で囲んでくれて、かつちょっと薄い白い背景というかフィルターをかけて、かつここに開封中、いつも開封中の時こういう編集するので、開封中っていう文字を載せるっていうところまでを全部をセットにしてプリセットしています。でこれをですねプリセットで登録するだけで簡単にこういう風な編集も、いつもの編集内容を適用することができます。動画を見てみるとどうなるかっていうと、開封していこうと思います。こんな感じで、まあ、ちょっと他のシーンとは違って、あ、ここ早送りしてるんだなっていう風なことがこう視覚的にも伝わるんじゃないかなっていう風に思います。こんな感じで、早送りして、早送りってのが視覚的に分かるようなオーバーレイテキストをプリセットから呼び出して設定するっていうような、まあ、そういう編集を行いました。はい、次はですねフレームっていうところを少し解説していこうかなっていうふうに思います。でここのシーンなんですけども、この上にこのフレームの太さが結構ありますよっていうふうな説明をしているシーンなんですけども、上に置いてるこれって動画ではなく写真なんですね。写真をアップにして置いてるんですけども、やっぱり動画の中で動かないシーンがあるとちょっとやっぱ寂しいというか物足りなくなっちゃうので、この写真を動かすっていう風な編集をしていこうかなというふうに思います。これはですねこの編集ボタンのフレーム&フィットっていうところから、ここが一応シークエンスバーみたいな感じになってるんですね。でここがですね写真を載せてる2秒39っていうのを全体を表してるんですよ。なのでこれが最初で、四隅のちょっとだけ盛り上がってるような作りなんですよ。でここからここまでの間この写真が載ってますよっていうところがここで現れてるんですけども、編集のシークエンスバーからさらに下にあるプラスマーク、このプラスマークを押すと編集点っていうのを追加できます。なので例えばここでプラスを押してもう一個プラス押すとすると、ここはここの点を打ったこの場所での設定をいろいろ決められて、でこっちのもう一個の点に行くと、もう一個の点に行った時の編集内容をここで設定できるっていうような、まあ、そういう風な内容になります。なのでこの編集点を作ったところで画像をガーンと動かすじゃないですか。でこっちの一番右側の編集点ではもっと左に動かすんですね。するとどうなるかっていうと、編集点から編集点にちょっとだけ盛り上がってるような作りなんですよ。こうやってですね編集点、ここの編集点からここの編集点までこの差を埋めるために自動でこうやって、写真を動かしてくれるんですね。これをうまく使うと写真が動いてるような、そういう風な編集ができます。サイドの縁も太くて四隅もちょっとだけ盛り上がってるような作りなんですよ。こんな感じでちょっと画像をスライドさせながら動画っぽく見せることができます。このですね編集点をうまく使ってオブジェクトをこう動かすみたいなものを使った動画って、僕が以前出した iPad のハブの動画があるんですね。これをちょっと見てください。ハブがあるとですね SD カードの中のデータを直接 iPad を経由せずに SSD にバックアップできるんですよ。このハブがある、このシーンはその SD とか SSD から写真データをうまくこう転送する様子を表現したくて、写真のアイコンをピューとこう動かしてるんですよ。こういう編集もですね編集点を使って細かく設定すればできるようになります。編集点ちょっと難しいんですけども、編集点を覚えるといろんな動きのある動画を作ることができます。はい、というわけでですね、だいたいです。テロップとか、編集ができました。なので、あとは BGM を入れて効果音を設定していきます。で、前回の動画でもご紹介した通り、このメインの動画の下が音楽のレイヤーです。で、今回はまずは効果音から入れていきましょう。で、効果音もですね、僕がよく使う効果音は、インポート済みの中に保存しておいています。ルマフュージョンのインポートの中に入ってる音楽クリップとか動画クリップって、この左下のこのマークを押すと色付けができます。で、色でざっくりと BGM とか効果音とか、そういう風にラベルをつけることができるんですね。で、ラベルをつけたら右下のここから相当したりとか、そういうこともできたりします。で、僕はこの紫が効果音、グリーンが BGM っていう風にラベリングしてこう保存しています。なので、効果音は紫でよく使うものはもう決まってるんですけども、このまあ、ちょっとしたこのクリック音みたいなものを置いてます。なんでこれをもうポン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 置いていくだけですね。
こうやって見てグリーンを見つけたら設置するっていうふうな、こういう流れです。はい、そして効果音を配置できたら次は音量調整です。このままだとメインの動画に対してちょっと効果音が大きいんですよね。今回いっぱい効果音を置いてるじゃないですか。なので一個一個調節するのすごく面倒なので、どうするかっていうと、この音楽レイヤー、レイヤーごとに音量調整できる機能を使います。同じ効果音、グリーンの文字に置くクリック音の効果音は全部この一段下のレイヤーに今配置してるので、こうすると一括でここの音量を調整することができます。でこんな感じでですね、1個の効果音に対して1レイヤーを作るとすごく後から音量調整が楽になります。はい、というわけでこれで効果音ほぼ完璧なので、最後 BGM を設置します。 BGM もですね、だいたいいつも雰囲気で選んでるんですけども、この辺とかかな。こういう風なですね、フリーの音源を使って動画に挿入してます。なのでこれも BGM 用のレイヤーを1個作って、ここにドカンと設置して、音量は説明の邪魔にならないぐらいにしておきます。でこれで聞いてみると、どうもフクロウです。最近ちょっと iPad 関連の多めの動画が続いていたので、今日はいい感じです。で大体僕はいつもですね、ここの、画面の転換で一旦 BGM を切ってます。なのでここで BGM を切って、ここから徐々にフェードアウトさせて、ここで完全に音量がなくなるっていう風な編集をしたいです。でここでもですね、また音量の編集点っていうのを活用します。ここに位置を合わせておいて編集ボタンを押す。でここで編集点を1個打つ。で最後、あとはもう流れて最後の最後に編集点を打つ。でここまでは音量を維持しながら、最後の編集点でフェードアウトするようにぐーっとボリュームを下げていきます。するとですね、波形がもう平行できてクイッと下がり込んでるじゃないですか。なんでこれ聞いてあげると、こうかなというふうに思います。はい、というわけで早速ご紹介していこうと思うんですけども、こんな感じでですね、分かりづらいんですけども、ゆっくりボリュームがこう減っていくような、こういうふうな編集もできます。これはあと繰り返しするだけです。こういうふうにして最後まで伸ばしていきます。で最後このエンドロール、エンドロールはまた別の BGM を使うので、これも僕がいつも決まってるものを使います。でここでちょっとエンドロールだけ BGM の音量を上げたいので、別のレイヤー、もうちょっと音量を大きくしたレイヤーを使ってここに配置していきます。はい、こんな感じでできました。これで今回はですね、動画のテキスト、テロップを挿入したりとか、ちょっと説明テキストをテンプレートを活用して挿入して、で最後にですね、効果音を入れながらボリューム調整して BGM も設置するというふうな、こういう形であります。これでですね、もう5分ぐらいのちょっと短い動画なんですけども、 iPad で動画編集ができました。最後は書き出しですね、書き出しをしていこうと思います。書き出しは右下のこのボタン、このボタンを押してムービーで、カメラロールに保存すると、ここで書き出し設定が選べます。書き出しはですね、結構いろんなオプションが選べて、 4K から一番ちっちゃいものだと 480p まで、で僕はいつも 1440p ぐらいで書き出してます。でフレームレートもですね、最大 60fps から48とか24とか、よく使うものは基本全部網羅しているような感じです。音質設定とかビデオコーデックとか、こういったものは全部このままの設定で僕はいつも出してます。でここで最後、問題なければ右上の矢印ボタンを押すと書き出しになります。はい、こんな感じでですね、 YouTube、 僕の YouTube の動画の編集内容、編集の様子ですね、をちょっと画面を見ながら分かりやすく解説してみました。どうでしたか？意外と iPad でも動画編集できるんじゃないかなっていうふうに思ってもらえるととても嬉しいです。まあね、もちろん Adobe のあのアフターエフェクトみたいな、ちょっとアニメーションチックな特殊効果みたいなものはなかなか iPad だけだと現状難しいんですけども、僕のスタイルだったら iPad で現状全然問題ないなっていうふうに思ってます。なので皆さんが作る動画でも、今日の動画を見てルマフュージョンでできそうだなとか、ちょっと難しそうだなみたいなものが判断できる材料になればとても嬉しいです。はい、というわけでですね、話してる間にも書き出しどんどん終わってるので、今回の動画はここまでにしようかなというふうに思います。ボリューム1からですね、ルマフュージョンの解説動画最後まで見ていただいてありがとうございます。よければ、チャンネル登録をして応援のほどよろしくお願いします。動画の高評価もお願いします。はい、というわけでそれではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。